失礼いたしました。皆様本日はお集まりいただきましてありがとうございます。こんばんは。本日は革新的医療マース誕生秘話とユビキタスヘルスケアの発展可能性、医・産・自治体連携は思いと目的の共有競争から LT ブリッジニューフロンティア編ボリューム2にご参加いただきまして誠にありがとうございます。私は本日司会を務めます酒井と申します。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに本ウェビナーの位置づけなどをリンク J 曽山事務局長よりご説明いただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。リンク J の曽山でございます。今日はですね LT ブリッジニューフロンティア編第2弾にご参加いただきまして誠にありがとうございます。ご案内の中にもあったようにですね、今から約1年前に長野県のですね伊那市でモバイルクリニックの実証実験がスタートしております。そして1年間の間にですね、その中身がすごく進化しているということでですね、この革新的な、まあ、いわば医療マウスですよね、この誕生フィアをですね、キーパーソンの方に語っていただいて、ユビキタスヘルスケア、誰がいつでもどこでも、ヘルスケア、を受けられると、その未来についてですね、ディスカッションをしたいというふうに考えております。キーパーソンとしてですねお三方にご登壇いただきます。まずお一人目がですね、新産業の創造、その仕掛け人でありイノベーターであるサンドレッド社の、とどめさんです。そしてお二人目がですね、その実際のですね、ユビキタスヘルスケア、このプロジェクトの、具体的な技術とかプロダクツを開発して展開をしている、スタートアップイノベーターである、シェアメディカル社、こちらのね、ミネさん、にお二人目にとご登壇いただきます。そしてお三方目、実はですね、自治体イノベーター、というふうに私は考えているんですが、自治体のですね、具体的に言うと伊那市の安江さんがですねこのプロジェクトでは非常に具体的にですねプレイヤーとして、参画して、プロジェクトを引っ張っていただい、いるというふうに考えております。このお三方からですね、まずはプレゼンテーションしていただいて、後半ではですね、そのプロジェクトの中でいろんな気づきとかですね何がポイントだったのか今後どうしたいのかといったようなお話をですね、パネルディスカッション風にですね、ディスカッションしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。はい、では司会の酒井さんにもう一回お戻しします。はい、ありがとうございます。先ほど曽山様からもお話をいただきましたが、本日は今から投影をするプログラムに沿って進行させていただきます。セッション中は皆様からの質問を受け付け、後半のパネルディスカッションの際に登壇者の皆様にお答えいただきます。こちらプログラムになります。Zoom の Q&A 機能からご質問は頂戴できればと思います。時間の都合上、すべてにはお答えできない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。それではまずはじめにご講演いただくのは、先ほどもご紹介ありましたように、サンドレッド株式会社代表取締役、とどめ正信様よりお話しいただきます。それではとどめ様、よろしくお願いいたします。はい、それではよろしくお願いいたします。とどめでございます。画面の方見えていますでしょうか。はい、私はのサンドレッドという会社をやっておりまして、新産業のアクセラレーターというなりわいとして、サンドレッドという会社を位置づけております。で、このユビキタスヘルスケア新産業の競争の取り組みということで、私からはどのようにこう新産業の競争を進めようとしているのかというところをお話しさせていただければというふうに思っております。私ですね、実は、この、サンドレッドという会社、あるいは新産業競争スタジオというのは、去年の7月からスタートしているんですけども、その前は私、実はコンピューター業界長くおりまして、パソコンのレノボという会社の日本の代表をやっていたりとかしておりました。まあ、当時からですね、まあ、パソコンの業界に関しましては NEC の PC の買収やったり富士通の PC の買収やったりとかっていうので結構伸ばしてきたんですけども、新規事業をやり始めてもう本当にこう違う世界に入ってきたなと感じたんですね。で、具体的にはそのタブレットですとか VR のシステムとかをやり始めたんですけれども、タブレットって、まあ本当に商品としてはすごくシンプルな商品なんですが、これ売るのがものすごい難しい商品なんです。
というのも、タブレットってこうデジタルトランスフォーメーションそのものでございまして、まさに、産業構造が変わっていくですとか、何かこうバリューチェーンが大きく変わっていくところに、まさにこう全体の仕組みが変わっていくことをデザインしながら、どこかの、ところに、そのバリューチェーンの中のどこかにそのタブレットの置き場所が入ってくるということで、最初からもう誰かがこう買ってくださるということが決まってるわけではないんですね。で、用途も様々ですし、最初にだからこうまずはどの産業でどんなそのバリューチェーンエコシステムを作っていくのかというのを関わる人たちとですね、いろいろお話をしながら丁寧に作っていって、でその中でタブレットの置き場所っていうのを確認して、でそこに必要なその機能を入れていくということをやっていかないといけないんです。なので新規事業そのものもですね、もう一社で作れる時代ではないんだなと。でまさにだから複数社が関わらなきゃいけないですし、でかつ自治体の方にも入っていただかなきゃいけないですし、何を作るか、どんな世界にするんだ、そのために何をどんなエコシステムを作っていくのかっていうことを、まあ、一緒になって対話を通じて、解像度を上げていって、初めてその新しいソリューションっていうのが出来上がってくるという、そんな時代になっているなというふうに感じております。でここで大事なのはやはりこれ新産業のこう、エコシステムのストーリーを作っていくということでして、これ一社でなかなかやりきれないので、まあ、それでしたらちょっとそのサンドレットっていう会社で、まあ、そのあたりのコーディネーションをやってみようということで始めたのが私たちのサンドレットっていう会社になっております。で、今ですね、実は最初はこのヘルスケアの、ユビキタスヘルスケアのプロジェクトと、あと実は陸上養殖というその、まあ、ちょっと新産業の2つのプロジェクトからスタートしているんですけど、今現在はこういった形でそのイベントを半年に1回ちょっと大きめのをやったりですとか、工房をやったりとかしてですね、12個の新産業の競争プロジェクトっていうのを動かしております。まあ、いずれもいろんなその企業の方ですとか、スタートアップの方ですとか、自治体の方や、あるいは医師の方、プロフェッショナルの方に入っていただきながら進めております。で、これをやり始めた理由でもあるんですけども、なかなかこう日本ではスタートアップ、もちろんすごく大事なんですけど、スタートアップがこう単独で、特にそのリアルビジネスが絡んでいる領域では、一気にこう大きくなるっていうのができないような状況が、ございます。まあ、何が何でもこうなんか新しいイノベーションっていうのはスタートアップにお任せしたら、なんかこうスタートアップっていう人がなんかやってくれるんじゃないかっていうと、実は日本では特に全然そんなことなくてですね、やはり人の流動性がアメリカなどとは違いますので、やっぱりもう既存事業あるいは既存のビジネスをやっている方で、その他複数のですね、いろんなそのクロスセクターで関わる方が、まあ、やはり納得のいくような未来像っていうのを一緒に丁寧にこうディスカッションしながら作っていって、でその中でスタートアップにこう大きくなってもらわないといけない部分っていうのが当然出来上がってきますの でそれをこう作っていくという、まあ、この両面でのアプローチが必要というふうに思っております。で私たち新産業競争スタジオと呼んでいるんですけど、まさに映画を作り上げるイメージで、ストーリー作りを一緒にやっていって、で共感できるストーリーを、皆さんで作り上げていく、関係する方を集めて、作り上げていくというプロジェクトを動かしております。で新産業競争のプロセスというのを、まあ、これいろんな、大学 その教授の方ですとか、イノベーションにお詳しい方ですとか、ご意見をいただきながら、あるいはその実践を通じてブラッシュアップしながら作り上げてきております。で、この新産業の競争のプロセス、こういうふうな6ステップでやっているんですけども、前半がですね、少しソーシャルイノベーションと呼ばれる手法を取り入れている部分になりまして、で後半は割とその資本主義に実直にですね、で資本を集めてレバレッジをかけてやっていく部分というふうになっております。で前半の 1,2,3 のあたりが少しソーシャルイノベーション的なんですけれども、目的の競争というところから入っていくんですが、最初からなんかこう企業名がたくさんついているような感じではなく、まあ、そもそも、新しい目的
で、世の中からこう出てくるわけなんですけど、それをこう気づいた方ですとか、アイデアを持っている方たちを集めてというか集まって、で、どんな世界を作っていきたいんだっけっていうことを、少しずつこう解像度を上げていくプロセスになっております。で、この解像度を上げていく対話の中で、チームが出来上がってきたり、で、具体的なそのエコシステムっていう風になってきますと、まあ基本的にはその企業様の名前が入ってきたりとかしますので、このあたりから企業様に、入っていただいて、で、実際に作りたいエコシステム作りっていうのが、本格的にスタートしていきます。で、特徴的なのが、その中でもやはりこう トリガーになる、エコシステムの中核になるトリガー事業というのが必ずあるんですけども、これを特定して強化をしていくことによって、エコシステムの構築が加速していくということになっております。で、私たちエコシステムと呼んでいるものを、すごくシンプルに捉えておりまして、このプラットフォーム型事業とアプリケーション型事業がこううまく組み合わさっていると、加速度がついて、成長して、産業としても成長していくんですけど、なかなか最初からこういうふうになっていることがなくてですね、プラットフォームやりたいという企業さんがたくさんいらっしゃるんだけど、キラーアプリケーションがないですとか、すごくユニークな事業をやってらっしゃるんだけれども、まだ横展開するようなプラットフォーム的な要素がないですとか、大体の場合こういうことで、なんとなくストーリーが出来上がってないことが多いんですけれども、これはプラットフォームがないのであれば、プラットフォーム型の事業を作っていく。で、キラーアプリケーションがないのであれば、キラーアプリケーション型の事業を作っていくということで、エコシステムを駆動させていくということをやっております。あとでもちょっと出てこり、お話しいただきます。シェアメディカル、例えば、デジタル聴診デバイスというのは、まさに遠隔診療を、大きくしていくための、エコシステムを成立させていくためのキラーデバイス、キラーアプリケーションの事業というふうに言いつけて、トリガーとして、エコシステム構築を進めております。で、もう一ついきますとですね、この私たちこのプロジェクト自体を進めていく主役としてインタープレナーという人たちを、集めてきているわけなんですけども、これインタープレナーというのは、これイントレプレナーでもアントレプレナーでもなく、クロスセクターをまさにインターなんですけど、壁を飛び越えていって、で、目的のために動き始めていくという人のことをインタープレーナーというふうに呼んでおります。で、そういう意味では今日ご講演いただく方というのは皆さんインタープレーナーでいらっしゃいますし、まさにだからいろんな企業に属していたり、自治体に属していたり、プロフェッショナルの方だったりとかするんですが、こういう方たちが集まりながら、まさにこう目的に対しての対話を始めていって、で、かつ自分が動かせるリソースを動かしながら、新しい目的を実現していくということが、このプロジェクトのキーになっております。で、これ私たちがやってることはですね、このまさにですので、フューチャーマーケット作り、エコシステム作りと、そのエコシステムにフィットするプロダクト作りの両方をやっているというふうに思っておりまして、最初に申し上げましたように、日本の環境ですと、やっぱりこう、プロダクトマーケットフィットをする、フューチャーマーケットにフィットするプロダクトを作るスタートアップをいくら応援しても、やっぱりこのフューチャーマーケット側を作るというのが、スタートアップだけの力で出来上がってきませんので、かといって、この既存のリアルビジネスの中に参画している企業やその自治体の方っていうのが、バラバラに動いてても、同じくそのエコシステムが出来上がってこないわけですね。ですので、この、新産業競争プロセスでフォーカスしているのは、まさにこの、既存のプレイヤーさんですとか、異なる、ステークホルダーさんを、集めながら、まさにこう皆さんが共感できるようなエコシステム作りを、フューチャーマーケット作りを進めていくというのが、私たちが取り組んでいるところになります。で、今現在ですね、このように12個のプロジェクトを動かしておりまして、それぞれちょっと特徴的な名前をつけてるんですけども、一つ言えるのは、ヘルスケアですとか、あとセルフディベロップメントという、このある意味、新しいデータ基盤が出来上がってくることによって、成長領域に、これまではなかなかまだ投資領域になってなかったものが、投資領域に転換していくものもそうですし、あるいはドローンですとか、フィッシュファーム、陸上養殖なんですけども、これまでもあった産業なんですが、新しい価値観の軸によって再編集されていくもの、こんなものを、中心に、新産業競争プロジェクトというのを作り上げていっております。
で、ユビキタセルフケア産業なんですけれども、先ほど、お話ししたように、聴診器ですね、デジタル化デバイスをトリガーとしながら、まさに、データ基盤の構築やさらにそれを拡張していくこと。で、そこからその、遠隔医療、医療サービスの DX だけでなく、そこと新しく出来上がってくる情報銀行のような、プラットフォームを接合しながら、パーソナライズドヘルスケアとつなげていって、さらに、医療の領域を拡大していく、ヘルスケアの領域を拡大していくということに、取り組んでおります。で、昨年8月のですね、エコシステムの構想を発表してから、いろいろそのカンファレンスをやったり、ワークショップをやったり、こちらで今回紹介させていただくような、その実証実験に参画させていただいたり、研究会イベントでの発表なども、通じながら、徐々にですけれども、このエコシステム作りっていうのを進めてきております。で、まだまだこれ描ききれてないところもあるんですけれども、こういったそのデジタルデバイスの、利用で、それから、多様な場所でのその活用で医師の皆さんとの競争みたいなものから、普段のその生活の部分で、情報銀行とつながっていくようなデータ活用の部分ですとか、徐々にこのヘルスケアと医療っていうのもまた近づいてきたり、その境目がくっついてきたりだとか、で、街づくりに広がっていったり、介護の領域、保険の領域にも関わってきますので、こういった形でエコシステムを、徐々に、広げようとしているところでございます。で、私たちの12個のプロジェクト自体も相互に関わり合って進めてきておりまして、ユビキタセルスケアから実はそのセルフディベロップメント、新しく例えば100年人生と言われてるんですけど、100年人生を支えるようなまさにこう産業サービスっていうのは出来上がってないんですよね。で、そういったところで、例えばアクティブエイジングに関わる部分ですとか、その他、ハピネスという切り口もありますし、そういったところも含めて、各新産業競争プロジェクトも連携しながら、それぞれのエコシステム構築をさらに強化していっているところでございます。ということで、私からは以上になりますけれども、このユビキタスヘルスケア、まさに今後も、成長していくような産業になってくると思っておりますし、そのためにもまた、いろんなですね、ステークホルダーの方とご一緒に、ビジョンを語りながら、共感できるようなストーリー作りを進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。ありがとうございました。はい、トトメ様ありがとうございました。それでは続きまして、株式会社セアメディカル代表取締役峰義正様、よろしくお願いいたします。峰様、よろしくお願いいたします。はい、少々お待ちください。はい、もし難しければこちらでバックアップもお出しいたしますので。すいません、ですね、画面の共有をしてもものが出てこないというね、どういうことなんでしょうかね。これか、違うな、詳細ページはい、お願いします。すいません、ヘルプ。はい、私シアメディカルの峰と申します。はじめまして。ユビキタスヘルスケアというところと、医療マーチというところをくっつけてですね、私自身の言葉で言うなら、人間中心設計で物を通して体験を売るというようなことをやっております。次お願いします。はい、会社としては今期7期目になりまして、先ほどご紹介いただいていたとどめさんがですね、取締役としても入っていただいております。まだまだスタートアップと言えるかは微妙なんですが、ベンチャーということで頑張っております。次お願いします。エグゼクティブサマリーということで、これちょっと事業計画の方から抜粋してきたものになりますけども、我々医療系スタートアップという形で、非常に厳しい、
なんて言うんでしょうね、あの規制の中で、物を作っていかなきゃいけないという中で、まあ、診療報酬頼みのビジネスモデルと、プロダクトアウト型のモデルの設計の限界というのを、まあ、あの割と早い時期に感じておりまして、まあ、あのこのまま同じことを大手と同じことをやっててもですね、あの到底かなわないと。じゃあどうするかというところで、一つ思いついたのが、まあ、人間中心設計と。まあ、世の中 DX とか AI とかさまざまなあのキラキラしたあの技術が踊っておりますが、テクノロジードリブンではなくて、まず受益者であるドクターであったりとかですね、医療従事者がどう感じるのかと、何に不便しているのかというところにテクノロジーを当てていくというところで、あくまでも受益者の部分っていうのを後回し、あの受益者の方を中心にものを作っていくというやり方をとって、まあ、あのやったためにですね、いろいろと広がりというのが出てきます。次お願いします。はい、まず最初にですね、これもあのまさに人間中心設計の一番のところなんですが、このネクステートという製品、ですが、こう耳が痛いというですね、医師の切実な体験から始まるということで、この左側の写真、まあ、折りたたんだのところで乱雑に書いてあるの、これまさに、今から3年前ぐらいですね、あのドクターと、まあ、喫茶店で、雑談をしながらですね、こんな感じですかねというところで、あのカバンの中から取り出して、たまたまあった裏紙にあの乱雑に書いたメモをしたもの、まさにそのものなんですけども、まあ、当時のものとほとんど変わってないかなと思います。もうこちら本当にあのなぜ耳が痛いというところなんですが、まあ、あの小児科のドクターとあの一緒に開発を今進めてるんですけども、あの、まあ学校検診ですね、内科検診で100人から児童を見るとですね、やっぱりつけたり外したりというのを繰り返し、これが非常にまあ耳が痛くなるよねというところから、まさにあの開発がスタートしたものになります。はい、次お願いします。はい、まあ、こういったものを作りました。まあ、本当に非常に単純なものなんですけども、あの先の部分、チェストピースと書かれている部分が、まあ、非常にあの従来、今ドクターが普通に使ってる、自ら使っているものを、流用してもらうと。で、後ろ側のこの黒い部分っていうのが、まあ、あの製品になってきます。まあ、言ってみればアンプと、Bluetooth のモジュールでしかなかったんですが、結局のところ、人間中心に考えたときに必要だったのがこの機能だったという形になります。基本となっているのは別にこれは、音を良くしたりするものではありません。チェストピースから出てきたあの微弱な音をですね、そのまま伝える、もうありのまま、あの何も足さない、何も引かない、そのままのものをデジタルデータとして送り出すということが、まあ、あの主としたものになります。なので、多くいろんなあのドクターにデモをしてまいりますが、まあ、大体第一声、あ、普通に聞こえるねと、あ、普通だねというふうに聞こえると、まあ、これ非常に我々、私にとっては非常にあの褒め言葉ですね。何も足さない、何も引かないということは、もうあの普通に聞こえるということが、まあ、この200年間できてこなかったということの証になりますので、普通に聞こえるというのは最上の賛辞であるというふうに思っております。はい、次お願いします。でこちら、ネクステットが実現した医療 DX ということで、こちら あのエバターさんのですね、マーケティングの視点 DX というです本に、弊社に載せていただいてるんですけども、まあ、あのマーケターこそが本来 DX を主観すべきだというようなテーマとなっておりまして、まあ、基本的にあの、まあ、これちょっと DX 寄りの話になりますけども、まあ、あの国内でも DX 盛んに行われてますが、なかなかこ うまくいった事例というのは欧米のほど少ない。それなぜかというところも私なりに考えた中で、まあ、江畑さんともまあこのような話も出てきたんですけど、結局人間中心じゃなかったよねと、ツールの話、まあ、デジタルトランスフォーメーションと言ってしまうからこそ、まあ、なんとなくこう IT 部門があの頑張ってやるものなのかなと思いきやですね、結局のところあの、まあ、人間中心に考えたときに別にデジタルである必要もそもそもないかもしれないというのが、まあ、本来の、まあ、DX の、主観の問題ということで、まあ、この江畑さんは、まあ、マーケターの視点から、まあ、4P というですね、この問題予測過程とあの PV 医療従事者というこの4つを、まあ、順として、ネクステッドというものをどういう製品なのかというのをきれいに、まあ、あの分解していただいたわけなんですけども、まあ、あの問題、まあ、私が、まあ、この
ネクステッドというものを層を得たのもですね、まあ、会社をもそもそも建てたというところからもまあスタートしてるんですけども、まあ耳が痛くなるというところの問題をまず小さな問題です。臨床上の小さな問題をまず、解決 しようと考えました。その中で予測で、でもこれ作ったらどうなるかなっていうことを考えたんですね。世界をまず作り始めた。そのためにはまず音をデジタル化すると。通信できるようにすると。そうすればオンライン診療で使えるようになるかもしれない。録音して教育分野でも使えるかもしれないということも予測しました。これはまあ本当、偶然というかですね、ワイヤレスで紐に つながらずにできるようになるというような、まあ、診察の未来ですね、というのを、まあ、予測した結果になります。そしてまあ作り始めたわけなんですけども、まあ、これが結構大変でした。まあ200年間なぜ誰もやらなかったんだろうっていうのがよくわかる結果だったんですけども、まあ海外のですね、音響機器メーカーとなんかと、協業しながらですね、開発にこぎつけます。で、まあ、当然デジタルデータですので不要なノイズをカットしたりですね、かといって必要な ノイズ、いわゆる心雑音とか肺雑音といったような生態音の中で、臨床上こう問題となるノイズを逆にカットしないように注意すると。細かいチューニングを抱えて結果的には何も足さない何も引かないということが普通を極めるということに行き着いたという形になります。当然ベンチャーが作りたいものを作ってきたわけではなくてですね、まあ、全ては医療従事者からさまざまなフィードバックを得ながら聞いてもらい使えるかどうかというのを慎重に重ねてまいりました。まあ、当然若手医師からですね、ベテラン医師まで、まあ、異常を聞き取りと学ぶというところもなりましたし、その中の過程で、まあ、聴診器と今までスタンドアローンで自分で聞いて自分で判断し診断してカルテに書くというのを200年続けてきたよねと、みんなでカンファレンスをする機会ってなかったよね、有効的な教育の手法がなかったよねっていうことも分かってきました。それから、まあ、オンライン診療が、まあ、実現することによってですね、まあ、医師の不足とか、まあ、過疎地、まあ、今オンライン診療もですね、盛んに言われておりますが、じゃあ、画面の向こうの患者さんが咳をしたと。じゃあその咳の原因がコロナなのか、喘息なのか、肺炎なのかっていうのは、この咳の状態だけじゃわからない。でそれはまだ医師が診断できる情報が不足しているというふうな過程のもと、まあ、聴診をすることによって、上気道、下気道、まあ、どこに原因では音が出ているのかということを探れることができれば、より診断精度が上がるんじゃないかというところから踏まえて、まあ、聴診器の DX に近づいたなというふうに思っています。はい、次お願いします。はい、まあ、ここからちょっと実例としてもうどんどん採用しているところで、まあ、こちら一番有名なところなんですが、豊田県じゃですね、愛知県の豊田市というですね、地域医療センター、豊田地域医療センターと、連携協定を結んでいただきまして、まあ、ここでは一番右の写真にありますように、患者さんとドクターというのも完全に分かれたお部屋、アクリルパネルで仕切られた部屋で診察するようになっておりまして、まあ、これ模擬患者さんですけども、患者さんの方は、陰圧に保たれているということで、ドクターは患者さんにどこに当てるかというのを、まあ、指示を出す。まあ、今、左のから2番目のですね、縦長の方で、まあ、患者さんが何かを見ながら見てますけど、まあ、当てる場所をですね、指示を出すんですね。でそれで、医師が聞いて判断するということを、まあ、臨床上で、まあ、見出したやり方を考えて自ら考えて、病院がクラスターにならないようにして、かつ、まあ、まだ貴重ですけども防護服なんかも無駄に消費せずに、平常心で診察に当たれるようにしたというのが、まあ、このモデルの真髄になってきます。もうこれ早くから結構導入しておりまして、まあ、この病院でもコロナの患者さんというのは、まあ、今までにクラスターにもなってないゼロというところで非常に感染防護ということで役に立っているというふうに言われております。はい、次お願いします。でこちらですね、まあ、こちら岐阜県の総合医療センターですね。でこちらは、まあ、第1波の時コロナの重症病棟を抱えていたわけなんですが、まあ、患者さんに当てるときにですね、まあ、
こちらはスピーカーを使った診察を実践しました。なぜスピーカーかっていうと、もうそもそも、聴診器をつけたり外したりするときに、もう自分自身に触れると、耳を外すときに触れてしまうこと自体が感染リスクなんじゃないかというときにことを考えて、ならば、もう絶対触れないと、そもそも触れない聴診はできないかというところで、突き詰めた答えがこちらのスピーカーを使った、聴診となっております。で、この、左側の写真はですね、これ、池上明さんとですね、桜井くんが教科書で学べない日本の超難問というですね、テレビ番組の中で偶然、映った一シーンになりますけども、もう当たり前のように臨床で使われていたと。これも私も後で、知りました。別にこれはネクステートの取材ではなくて、この病院に対しての取材だったんですけども、当たり前のように使われていたと。あとでこう私個人的に先生とつながることができまして、いろいろお話伺ったんですが、スピーカーにしたことでですね、ちょっとしたこう新しい反応が生まれてきたのが、結局スピーカーなので周りにいる人たちにも聞こえるようになると、他のドクターや看護師とも聞こえるようになるので、自然とディスカッションが始まるようになったと。これによって得られた結果というのは、医学教育に十分役に立つんじゃないかと、聴診器を使った素早い臨床、それと、医療ミスの防止という部分で、非常に想定してなかったけれども、新しいスタイルという形が生まれたというふうなことを言っております。で、ちなみにこれ、YouTube の方で、シェアメディカルチャンネルの方で、おそらく世界初ですが、コロナ、COVID-19 の患者さんの呼吸音を録音したものが一応公開許可を得て公開しておりますので、ぜひ後でご覧になっていただければと思います。はい、次お願いします。はい、こちら次安江さんの方で詳しくお話しいただけると思いますけども、長野県伊那市の方で医療マースモバイルクリニック構想に参画しました。8月5日にですね、実患者を用いた初めての実証実験に成功しまして、現在商用化に向けて実証実験を継続しているという形になります。車の中に遠隔診療のツール意識を持って、ドクターが、診察室の中にいるということで、オンライン診療というよりはモバイル診療という形で、今までにない形をできるんじゃないかということで、車の中で聴診を行うという新しい形をスタートさせておりまして、もうすでにかなりの数の患者さん、回数を重ねて、おそらく日本でもトップクラスの医療マウスと、今回 のテーマの真髄のような話になるかと思います。はい、次お願いします。はい、こちらは神奈川藤沢市のこちら道海先生というですね、一緒に今実は開発している小児科の先生なんですが、もうこちらもスピーカーを使って疑い患者さんに関しては普通の臨床の中で、利用しているという形になります。はい、次お願いします。はい、こちらは東京都の江戸川区ですけども、検診ですね、乳幼児検診、失礼しました、小学校の入学の時の検診に使ったという事例になります。使っていただいているめめさわ先生という先生は東京都医師会の理事でもあるんですけども、昔からこの、検診でみんなの心臓の音を聞かせてあげたいというようなお話をずっとされておりまして、今回やっと夢が叶ったということで、使っていただいてます。それまでは結構ざわざわしてて、列に並んでもですね、ふざけたり声を出したりという子どもたちもいたようなんですが、スピーカーにすることによって、どういうわけかみんなでこう聞き入るようになって静かになったということもあってですね、学校医をやっておりますので、命の授業等々で、教えるということに関して、こういった心臓の音を聞かせてあげるというのは非常に上層教育にも効果的なんじゃないかというようなこともおっしゃっておりました。はい、次お願いします。はい、たくさんの今大学病院大学で、使われております。最近はやはり実習ができないということもあって、看護大学とか専門学校なんかでの導入っていうのも結構出てきております。
で、我々の機械というのは、まあ、普通に音を拾ってそのまま増幅するだけなので、いわゆるシミュレーターと呼ばれるですね、ボディですね、実際にこう当てて人で試すわけにもいかないケースもありますので、まあ、人工的に作られたボディに、聴診器を当てて、それでみんなで聞き合うというような実習があるんですけど、そういったものにも流用できる、非常に優れたものになっています。はい、次お願いします。まあ、臨床で生まれ臨床で育つということで、最初、まさに、耳が痛いよねっていう臨床で生まれた小さな、疑問というかですね、悩みがこのコロナ禍にあってですね、やはり、病院患者さんを救わなければいけない、でも自分たちがクラスターになってはいけないというこのジレンマの中で、臨床の中でどうやったらそれが実現できるかというところで、テクノロジーを自らに、求めて、発展させていたということで、まあ、この臨床で生まれ臨床で育つというふうに言っていただいています。まあ、この近藤先生なんかもですね、ネクステートを手に取ってですね、まあ、今までとは違うと、ただ、まあ、それを日常の臨床の中で、どう生かしていくかというのを、まあ、ネクステートを使っていろいろ考えて、まあ、レターを書いてくださったり、さまざまなメディアの取材を受けてくださったりという、非常に協力していただいた次第です。はい、次お願いします。はい、で我々まあ、ユビシタスヘルスケアというところで、まあ、実現するソサイティ 5.0 社会ということで、まあ、こちらのとどめさんとも、まあ、いろいろ話している中で、まあ、地域医療と健康管理、それと医療のボーダレス化というところが、キーになってくるかなというところで、まあ、地域医療に関しては、まあ、今回のような医療マースであったりとかクラスターの発生抑止、それから在宅診療とかっていうところの、あとは介護医療というところの、まあ、連携というのにも役立つでしょうし、あと健康管理というところで、まあ、オフィスであったりとか、あと、まあ実際に動物病院でも一部使われ始めておりまして、あとハイエンドなまあ、スポーツ選手であるとかっていうところ の、 心拍の管理なんかにも活用できないかというところと、まあ、あとアカデミックな領域でも聴診音を集めることによって新しい診断法が生まれるんじゃないか、今まで人間が可聴域でしか判断してなかったものを、もっと AI を使って、幅広い、人間が聞こえない音まで、分析することによって新しい診断法ができるんじゃないかというのも今期待をしております。それと、まあ、医療のボーダレス化、今回私の資料では触れませんでしたけども、まあ、例えばイスラム圏における女性医療の充実と、まあ、これも SDGs の考え方の一つでもあるわけなんですが、まあ、ヒジャブというですね、こう被るわけなんですけど、まあ、全身というか頭をすっぽり被ってしまいますので聴診器ができないと、また男性の医師には肌を見せられないという宗教的な理由もあるという中で、ネクステートを使うことによってですね、まあ、スピーカーにつなげば耳に入れる必要がないということも出てきます。それとあと、まあ、最近ちょっと動きとしては補聴器と連携することによって、新しい、まあ、今までハンデだと思われていたところが補聴器と連携することによって、下手するとスピーカーやヘッドホンすら必要なく聴診ができるようになるということで、こうしたハンデを抱えた、まあ、医療従事者が、まあ、好んで使うようになるんじゃないかというところも今期待をしておるところでございます。はい、次お願いします。と言っても、まあ、これで最後なんですが、ありがとうございますということで、次移りたいと思います。ありがとうございました。はい、峰様ありがとうございました。それでは続きまして、長野県伊那市役所企画部企画政策課新産業技術推進係長、安江明様、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました長野県伊那市役所の安江と申します。画面共有させていただきます。スライドショーですね、最初から。はい、長野県伊那市ってすごい山の中にございまして、皆さんご存知ですかね。あまり知らないところなんですけど、まあ、東京からも3時間、名古屋からも3時間という、ところでございます。今日はそこからですね、お伝えしておりますが、まあ、オンラインってすごいですよね。本当にもう、峰さんやね、とどめさんとまるで同じところにいるかのようにですね、お話できる、こういうご時世が来て本当に良かったなと思ってるんですけど、まあ、そんなようなことをですね、
診療であるオンライン診療をやっているのが長野県伊那市でございます。伊那市の、おります、上伊那の医療圏なんですが、お医者さん少ないんですね。少ないといっても、今、医療偏在ということで、都会に皆さん集中してしまうというようなことがあって、あと、訪問診療なんかもすごい、長野県で3番目に広い、東京都23区と同じぐらいの広さを持ってますので、ほとんど山の中なんですけどね、そういうところに細いところに集落がありまして、そこ行くのに片道1時間とかかっちゃうんで、往診が大変という、こういうような課題解決系のですね、取り組みだからこそ行政がやっているというところです。これがモバイルクリニックの事業当初イメージになってますけども、実は当初考えていたよりもどんどんと早く進んじゃっているのが実際なんです。またこのあたりはネットを探してもらえば出てくると思いますので見てください。で実はこの、モバイルクリニック、モバイルなんで車の動きが大事なんですね。ここにあります通り、モネテクノロジーズというソフトバンクとトヨタ自動車作った会社と一緒にやっております。あとトヨタ自動車さんからですね、ちょっとお金をもらってこんな車を作りました。日本で、唯一の、オンライン診療を専門にやる車というイメージです。ベースはハイエースなんで、の中古を使ってますけどね、大した問題ないです。中身こんな風になってまして、医療機器も簡単に載してるんですけど、これは訪問診療用の、医療機器でして、この車自体は診療所、クリニックではないんですが、それならモバイルクリニックって言ってるんですけどね、これクリニックって言っちゃうとですね、医療法の問題が出てきますので、お気をつけくださいと。大事なのはこっちの方でございまして、お医者さんとか看護師さんをですね、スムーズに運ぶための、システム、ナビゲーションであったり、トランスログだったり、これを、活用していくと、いわゆるマース、モビリティアザサービスというところへ行くわけです。で、中身の方ではオンライン診療をやる、つまりオンライン診療というサービスをやる、車の運行を、トヨタ自動車さん、ソフトバンクが作ったモネテクノロジーさん、とやっているということです。流れはこんな感じで、お医者さんの方でまず説明をしてですね、同意書が取れましたらモバイルクリニックの予約をすると、本当だったらね、病院通っている患者さんが自分で行けるようになると最高なんですけど、それにはまだ、次の段階ぐらいまでにならないとちょっと無理かなと思いますので、今のところは医療関係者が予約しています。そうするとですね、車と看護師さんと運転手、これの、マッチングが行われまして、時間が来ると、運転手さんが車に看護師さんを乗せてですね、患者さんのところに行って、患者さんはその車に乗ってオンライン診療を受けると、で帰ってきて、審査終了というのが大きな流れです。実際6月9日からですね、実証実験の方を少しずつ進めてきまして、これ11月の段階で34件ですが、今40件ぐらいまでカウントしています。ちょっと運行の都合上ですね、週2回しか動けないようなこともありまして、ただ利用率は実施では非常に高くてですね、着実に増えてきていると。でこれまずは医師、お医者さんもですね、患者さんも非常に負担が軽減されているのが特徴です。診察時間は、お医者さんはですね、本当に病院で見なきゃいけない人を中心に、いわゆる移動時間を、少なくすることができるという。あとは患者さんも待ち時間ないと。その代わり看護師の仕事はすごい増えたというのですね。でも看護師はお金がもらえない。このあたりが今後の課題になってきます。そういう中でいろんな企業さん、または今後は訪問看護や介護とも連携していこうとなりますけども、特に大事なのはこのデジタル聴診器でフィアシアメディカルさん、あとはフィリップスさんの、医療機械であったりとか、あと最近ではですね、医師会だけじゃなくて薬剤師会とですね、あと大手グループさんと一緒にオンラインの服薬指導も先月、一例を行いました。このあたりはまだまだ改良の余地がありまして、来年以降の課題になるかと思います。安江様ありがとうございました。はい、皆様も貴重なお話大変ありがとうございました。引き続きましてパネルディスカッションに移らさせていただきます。ここからはモデレーターとしてリンクJ事務局長曽山も参加させていただきます。それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。カメラをオンでお願いできますでしょうか。
とどめさん、みねさん、やすえさん、素晴らしいお取り組みのですね、説明、プレゼンテーション、本当ありがとうございました。多分私はもちろんですけど、視聴されてる方もですね、びっくりなさってるところがいっぱいあると思うんですよね。で、貴重なね、お時間ですので、ちょっと、ディスカッションに関してですね、まあ、論点例というのをちょっと作ってきましたので、ちょっとそれを、共有してもらえますか。事務局の方で共有してもらえますか。はい、冒頭に、ね、申し上げたように上にお三方書いてあります、それぞれのお立場が、それちょっとずつ違ってる、とどめさんは新産業を作ろうとそういう仕掛け人ですよね、イノベーターであり、で、ミネさんはまさしくその中の一つであるユビキタスヘルスケア、それを実現するスタートアップとしていろんなサービスとか、プロダクトっていうものをまさしく現場主義、人間中心とおっしゃってましたけれども、臨床中心現場中心で、作ってこられている、そして最後にね、プレゼンテーションしていただいた、自治体イノベーターと書かせていただいてますが伊那市の安江さんは伊那市の安江さんとしての思いの中で、こういったものをうまくですね私今お話聞いてと思うんですけどプロデューサーですよねまさしくの機能をですね、自治体の方が果たされているっていうすごい、感銘深い事例じゃないかなというふうに思っております。で論点としてですね下に1から5と書いてあります。これ全部ねお時間の関係でできるかどうかわからないんですけれどもまあもちろんお三方それぞれねもっと喋りたいことがあると思うんでそこはもうご自由におしゃべりいただければと思うんですがとりあえずはこの順で行ってみたいかなと思いますのでよろしくお願いします。まずですね多分聞かれてる皆さんすごい素朴な疑問として一体どうやってこのプロジェクト、生まれてどういうふうに進んできたのかすごく、知りたいなとまあオープンイノベーションみたいなところに近いと思うんですが、でお三方の中でどういう出会い、お二人ずつになるかと思うんですけれども出会いのきっかけは何で、その後その出会った結果このプロジェクト自身がどういうふうに、まあ、軌道修正も含めてね加速して進化していったのかなっていうのをぜひ教えていただきたいんですが多分とどめさんとみねさんが最初にお三人の中では最初に出会ったのかなと思うんですがそのあたりいかがですか。そうですね私とみねさんは実は私、まあ、レノボってパソコンの会社にいた時に、まあ、そもそも病院向けのソリューションを一緒にやりましょうっていうところから、ね、まあ結構何年前ですかね割ともう5、6年以上前からですよね。そうですね僕が創業してそうですから5年ぐらい前ですね。そうですね、はい、っていうところからお付き合いがあるんですけれどもまあ、聴診器のお話が出てきたのは結構そこからだいぶ経ってからなので、はい、まあ、峰さんが聴診器やり出したっていうところで、まあ、これは面白いんじゃないかっていうことで、まあ、どんなことができるかねっていうところで、やり始めたのが、まあ、直近でも、さらにこう、だから関係が深くなってきたと思うんですね。思い出しますね。本当とどめさんがね、サンドレと、ちょっと前にね、独立したときに、7月1日、1日ですね、覚えてますね。急に土曜日に今日会えますかとメッセが来ましてですね、そこで初めて何でしょう、名刺交換しに行ったというのもあったり、そうですね、前職時代、そうですね、とどめさん前職時代に本当まあ、メッセ、Facebook で、こんなんですって、いきなりこうメッセしてですね、じゃあ会いましょうみたいな話で、マジかみたいな。そういう簡単な感じでとりあえず始まった。まあそうですね。なんかもともとだからこうなんかお互いこうあこの人たち面白この人は面白い人だなと思ってたと思うんですけど、それがこうまあ聴診器のアイデアが出たあたりからもう一気に具体化していって、でそれをでこう産業作ろうよみたいな、ね、話で盛り上がってったっていう感じでしたね。はい、私多分一番最後ですね。そうですね。ミネさんと1年前に会ったのが、はい、その後トウメさんも。競争会に一緒に出させてもらったっていうのがあって、あったのはエイミーですよ、そうですね、落合エイミー、はい、伊那でハッカソンやった時に、はい、返して出た人が候補でやっていいのがあるんですよって持ってきたのが、はい、ネクステート、これいいねってちょうどモバイルクリニック始めた頃で、
サンドレットの広報をやってるくれてる、その、まあ、これはフリーでやってらっしゃるあの PR の女性がいらっしゃるんですけど、その方が、そうだ、伊那市のハッカソンをやってたんですよね。出てたんですよね。応援ですね、本当に。はい。で、そこでつながって、こんな面白いことやってるその人がいるよっていうので、つながっていったような感じですかね。僕、わかりました。3時間ですね、して、車飛ばして、チャッと行っちゃった。3人とも真面目に会うの、今日は初めてじゃないですか。もしかしたらね、こういう場で会うのはね、だから、この話をする、だから、ネクステートという技術で、みんながこう集ま、より集まってきたっていう雰囲気ですよ。はい、あれですよね、今のお話聞いてると、そもそもは、とどめさんとミネさんが会ってて、5、6年前。でも、その時は聴診器なかったわけでしょ。でも、その、面白いなって お互い思い合ってたのが、後でこう、繋がったみたいなとこだと思うんですけれども、その面白いなっていうのは、何が面白いなってお互い思ってたんですか？何が面白かったでしょう。そう、いや、僕はどっちかっていうと、本当もう、まあ、当時ね、まだまあ、ベンチャーとしてまだ駆け出しで、まあ、いわゆる、誰しも経験する悲しみの谷をさまよってた時に、さあ、どうしようかなっていうところではあったんですよ。で、その中でも、まあ、基本的には、まあ、先生とたくさん、まあ、会って、話をしてっていうところで、まあ、ネタをずっと探し続けてたっていうところで、まあ、一つ、まあ、事業化した、メディラインというですね、医療用のメッセージングサービスというのを、まあ、紹介に、行こうと思っていて、でもまあ、なんか、パソコン、やっぱり、ハードとセットで見たいよね、みたいな話から、Facebook で、レースでいきなり お話しさせていただきまして、それで、あ、じゃあ会いましょうみたいな、いや、こんな大手の社長がこんな簡単にどこぞとも知れないベンチャーと会ってくれるもんなのかっていうところで、いや、これはもしかしたらなんかいいかもしれないと思って、もう、ひょいひょいと秋葉原まで遊び行っちゃった感じでございますね。とどめさんからしたらどうだったんですか、そのミネさんから。まあ、そうですね、ミネさんっていう、まあ、キャラ自体がすごく面白いなと思ったのと、なんかやっぱりもともとデザイナーでもあり、アプリも作るし、なんか今回はハードも作っちゃってるみたいな、まあすごいもうフットワークも軽いし、でかつ現場目線で、医師の方にもすごくなんか好かれていらっしゃったりだとかして、まあこういう人っているの面白いなと思ったんですね。単純にこうなんかこんな人いるんだなって言って、でまあ当時からそういう意味ではタブレットを使ったなんかこう院内の仕組みなんかも私たちもやりたかったんで、はい、まあこういう人とやったらうまくいくんじゃないかなっていうところでやり始めたりですとかしてたんですが、まあ本当にまさか聴診器が出てくると思わなかったんですけど、いきなりこう聴診器のお話をし始めてからまたこう盛り上がってた感じですね。そうするととどめさんから見ると、峰さんはその現場をずっと知ってるし、動きも早いし、みたいな、その辺が峰さんの強みでもあるというふうに、多分見られてたのかなと思うんですが、峰さんから見ると、とどめさんの強みっていうのはどういうところにあるんですか？自分に持ってない強みというか。そうですね。やっぱりまあ、ね、顔が広いとかそういうのもあるんですけども、例えば私、本当、ネクステと電子聴診器、この聴診器を、まあ、世に出すときにワンフレーズしか言ってないんですね。聴診音をデジタル化しますって、このワンフレーズしか世には通ってないんですね。で、一番最初に反応してきたのはやっぱりとどめさん、聴診器がデジタル化されるんだ、音がデジタル化されるんだったら、これを AI を使って活用できるんじゃないかとか、遠隔地に使えるんじゃないかって、そこから一気にこう、バババババッとこう広がっていったっていうところですよね。だから、まあ、このワンフレーズを聞いてピンとくる人と来ない人ってやっぱりいて、で、やっぱりピンとくる人っていうのはやはりどんどん集まってくる。もう一緒にやりたい、一緒に開発したい、一緒に売りたいとか、様々な人紹介してくれたりっていうところで、まあ、一つ起爆剤になっていったっていうところですよね。だからやっぱりその発想ね、で、その後サンドレット立ち上げて、なんて言うんでしょうね。まあ、産業を作ると言って、最初ピンとこなくて、産業事業じゃなくて産業と思って、いろいろ僕なりに解釈した中で、やっぱり、あ、なるほどと、産業っていうのはやっぱり社会に対して、コミットしていく、ものなんだと。会社ではなくて、社会に対して、売っていくということを考えたときに、まあ、ちょっと僕の中で肩の力がふっと抜けて、まあ、悲しみの谷をずっとさまよってた中で、事業としてどうやって売り上げを立てようかっていう、
だけではなくて、そもそも役に立つこと、人中心に考えてドクターが困っているということは、おそらく国内、要はもしかしたら聴診器を使っているドクターって世界中にいるわけで、みんな同じことで困ってるんじゃないかというところに、まあ、行き着いたんですね。だからやっぱこれ正しかったなと。この業界、この領域で、まあ、あえて、ものを作ってきたというのは結構楽しかったなというところで、まあ、ある種産業というのはそうやっても生まれていくんだなというところ の、 その、宇宙の始まりみたいなところを一緒に経験させてもらっているというところは非常に面白くて、まあ、このユビキタスヘルスケアっていうこの用語もね、実際のところうち僕も割とドヤ顔で自分が発案したように言ってますけど、実際とどめさんがユビキタスヘルスケアってどうすかねっていいっすねみたいな話で、音の座りがいいですねみたいな話で借りてしまってるわけなんですけども、そういうような形で、まあ、一つ産業を作っていくという中で、まあ医療という、まあ、非常に高貴な部分で、それをきちんと産業化していくというところ、誰かのなんで善意というか奉仕 の、 せいのところだけによるのではなくて、きちんと奉仕医療関係者が負担コストときちんと収益を得られるようなマーケットを作っていくというのは、私もともと起業したときに医療のマーケットを作りたいというふうなのを言ってたので、やっぱりここの部分と共感するシンパシーというのは非常にあったなとは思います。そうですね、なんかまあまあ、みえさんみたいなキャラが、ね、面白いかなって思ってたのと、あとやっぱりこう、まあ、やっぱり聴診器単独でもなかなかね、難しいし、で、やっぱり医療の世界は深いですし、まあ、発展していくと広がりはもっともっと出てくるだろうなと思うけど、結構それはそれで大変なところも多くて、仲間作りもしなきゃいけないからっていうところで、まあもう、クエストをやりましょうと。そうですね。ドラゴンクエストのクエストをやりましょう。で、皆さんは勇者なんで勇者になってくださいみたいな、そんな話をしてたんですよね。そうしたら、まあうまくこう波長を回ってきまして、はい、でじゃあ私は勇者になって頑張りますみたいな、でそこでこうエコシステム作りっていうのがなんかちょっとこうぐぐっと進んできた感じですね。やはりあれですね、皆さん の、 その現場力とか実行力、と今のお話だと、とどめさん の、 その発想の広がりとか、フレキシビリティ、あとはネットワーク力みたいなのがうまく噛み合ったのかなと、そういう感じですごい相思相愛な感じなんですが、そんなお二人と後から出会った安江さんはですね、そのあたりはどういうふうにまず感じられたのか、ちょうどたまたまね、安江さんもやりたいことがあったっていうお話は今あったかと思うんですが、いかがですか、そのあたり。いや、行政の人間からするとありえない2人ですよね。片や大企業の、ね、社長で、片やね、なんか面白い方ってね、面白い方、行政としては非常に使いづらい。でもね、それが大事なんですよ。今の実は行政で一番大事なそういう、うん、ところが必要で、真面目に予算かけてやっていくところは行政がやるんで、そういうところをね、取り込んでいかなきゃいけないと思うんですよ。安江さん、それでそのあたりをこう、いや、いろんな、私も実は昔役にやってたんですけれども、こうかなりこうぶっ飛んだお二方をこう受け入れる、その、安江さん自身のフレキシビリティとか、あとは自分のやりたいことと近かったとか、なんか その辺偶然性なのか、それともなんかもっとこういうところがあったからみたいな、主な要因っていうと何になるんですかね、お二人と峰さん、とどめさんとここまでやれてきてる。正直私自身のパーソナリティがあることは間違いはないと思うんですけども、うん、ただ今実は全国の市町村の特に若い人たちで、僕みたいな考え方でどんどんといろいろと取り組んでるのがいっぱいいるんですよ、うん、で今実は自治体というよりも国もですね、こう地方創生のためにはそういういわゆるチャレンジングなことをやっていかなきゃいけない。実はこれがね、地方創生ということで、今その地方創生で例えば移住定住であったり観光だったり、こういったことをね、今お金出してくれてるんです。で、特に去年からなんですけど、ソサイティ 5.0 枠というのができて、これ全部で6億円が5年間使えるっていう、どこの市町村でもいいんですよ、どこの市町村でも使えるっていうチャンスが出てきているので、これはね、むしろ、チャンスがあるんだけど、それを自治体生かしきれてない。だからやっぱりこういう人たちと一緒にもっと若い人たちが取り組んでいけば、いろんな全国で稲のモバイルクリニックだけじゃなくて、まあ、モバイルクリニック稲でできたことは他のところでもできるんで、同じ真似でもいいんですけど、どんどんと全国でできるようになると思いますよ。
いやいいお話ですね。私は国の方にいたもんですから、国って大きいことはできるけど、やっぱり公平性とか大事だし、制度を変えるとか、仕組みを作るのはできるけど、個別のプロジェクトにあんまりそこまでこう突っ込めない。でもそこって自治体ならできるみたいなところはすごくあると思うんですけれども、で、今の安江さんのお話で言うと、自分はそうだけど、だんだん若い自治体の、人たちもそういうのがどんどん出てきているよ、みたいな意味で言うと、今回のプロジェクトがそういう、ロールモデルの成功事例、で突っ走っていただけるとすごい面白いんじゃないかなと思います。そうですよね。で、まあ、ちょっと付け加えさせていただきますと、安江さん自身も、なんかもうものすごいやっぱりイノベーターなんですよ。で、まあ、そもそもだから僕らがこう知り合う前から、この構想って、こう、一部もスタートしていらっしゃいましたし、なんかそういう意味では、まあ、このモバイルクリニックだけでなく、まあ、昔からそういう意味では、もうものすごいこう、なんか面白いことを、なんか自治体の中で考えてらっしゃって、で、それを実装するっていうことをもうずっとやってきていらっしゃるんで、まあ、こういう方と、なんかこう、だから、まさにだから、人と人のつながりっていうのが、なんかこう、まあ、つながりやすくなってるっていうのが、こう、今の世の中だと思うんですけど、ソーシャルだったり、さっきのその、まあ、我々が使っ、ね、一緒にやってる PR の方がご紹介いただいて、くださったんですけど、まあ、だからまさにだからこう、つながるべくしてつながってるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。光の国の反逆時ですからね。安江さんにすごく多分みんなが聞きたいんじゃないかなっていう質問を一個させていただきたいんですが、イノベーターだと特に役所にいるとどっちかっていうとそうじゃないカルチャーが強いかと思うんですが、その辺ってどういうふうに乗り越えてらっしゃるのかとか、うまくやられてるのかって何かあるんですか、それとも俺は全然そんなの気にしてないんだよみたいな感じなのか。まあ、いろんな方いらっしゃいますけど、私は当然ですけど、基本的にはまず役所ですが法律は守らなきゃいけない、ちゃんと予算を予算主義でやっていかなきゃいけない、これはもう一番大事にしてます。ただそれだけでやっていたんでは今地域課題は解決できない、そういうふうに思っている人はいっぱいいるんで、そういう人をやっぱり、ね、なんとかこう引きずり出してあげてほしいんですよ、そういうことを思っている人は。で、事務の難しいところは役所が全部やりますから、あとはいろんな、まあ、Facebook で SNS でもいいですし、いろんなところでハッカソンだったり、いろんなところで各市町村の、若い人たちとか職員一生懸命発信してますから、そういうのをぜひ身近にいる方は捕まえてあげてください。ぜひそういうのをお願いしたいですね。いいですね。で、先ほど安江さんおっしゃったように伊那市の取り組みもすごいですけど、先週ちょっと北大の COI さんと内閣府さんのイベント、とどみさんもね出ていただいたんですが、岩見沢市とねやられてたりとか、だんだんそういうの出てきていらっしゃるんで、まあリンクJ的にはそういった特にライフサイエンス系だったらね、そういうのをこういう形でいろいろご披露して、例えば伊那市のモデルは当然横展開で他の自治体さんもに真似しても欲しい、いただいてもいいし、もっとそれを進化していただいてもいいっていう、そういう感じですよね、安井さんの。もちろん、もちろん、ね、むしろうちが真似したいんで、ぜひちょっと教えてください。お互いになんかそういうんで、よくある、なんだっけ、ベストプラクティスじゃないですけど、いいところを吸収し合って、さらにいいものにそれぞれがしていくみたいなこともありますよね。そうですね、特に行政の中でも基礎自治体である自治体、市町村というのは、現場なんですよ。だから現場には必ず課題があって、それを解決するための技術や、いわゆるビジネスモデルがある。それを今度はどう活用していくかっていうのは、あと財源つけるかっていうのが自治体の仕事。そこをうまくマッチングできていくと、もっと広がっていくと思うんですね。で、今チャットの方でも検査のね、現場で検査、これもね、実施したい項目、これはね、分かんない。これはね、現場入ってみないと分かんないんで、逆に一緒に近くの自治体の、医療をやってる、または在宅やってる、そういう人たちと一緒に調べましょう。それで、見つけましょう。そうすると、そこから、事業って始まっていくので、絶対協力してくれるはずですよ。やることって基本的には、まあ、医療も介護も点数で動く世界なので、やることって大体決まってるんです。だから、僕は医療ベンチャーとして起業して、一番最初にやったのは、もうとにかく先生の後くっついてって、隅っこに立って何をするか、何をしてるのかっていうのをひたすら観察して、研究することからスタートした。まずヒューマンウォッチから始めて、やったと。で、逆に言うと保険診療って、それ
以外のことってそんなにできないので、ということになるとその目の前の課題を解決すると全国 の課題をみんな解決できるかもしれないと。なのでまあこれはね、今在宅医療往診等の検査っていうのも、まあ、例えばいろんなシーンがあると思います。例えばプライマリーケア、往診なんかでプライマリーケアなんかの場合っていうのは、まあ、大体、ね、聴診所見、診察って視診、触診、聴診ってこの3つをやるんですけども、まあ、基本的にこの3つが満たせれば、まあ、大体の方向性っていうのは、まあ、どんな検査をすれば、この病名が確定できるかっていうところまではできますと。なので、まあ、今、視診、モニターで見ることができるようになりました。で、聴診ができるようになりましたと。で、触診は、まあ、じゃあ、現地に行った看護師が、まあ、代わりに先生、医師の指示のもとをやってあげますということもできるようになります。それと、例えば、まあ、プライマリーケアであれば、本当、咽頭所見、喉の奥ですね、腫れてるかどうかとかっていうのも、まあ、取れるんじゃないかなと思いますし、テクノロジー、必要なものに対してテクノロジーを当てはめていくと。でうちの場合はそれをゼロから開発するんじゃなくて、以降連携で世にあるものをどんどん引っ張ってきて、医療化していくということをどんどんやっていっているので、まあ、意外とですね、みんな考えていることって同じなんで、産業用途で結構優れたものたくさんあるんで、そういうのをみんな持ってくるというのが、まあ、一番手っ取り早く、とにかくスピード優先っていうのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。遠隔診療を含めたその指キュタスヘルスケア、この実現のやり方っていろんな切り口でいろんなアプローチがあると思ってて、それをいろんな自治体さんで先ほどのご質問のことも含めていろんな項目でやりながらそれぞれがやって、まあ、共存するのもいいんですけれども、まあ、ある程度情報共有しながらいいとこ取りしながらもっといいものを作っていければ一番いいのかななんていうふうに思いました。おっしゃる通りですね。で、まあ、だからちょっと今ね、ご質問の方にもありますけれども、なんか、結局、まあ、伊那市でやっているモデルって、まあ、まあ、遠隔診療の、まあ、一つのそのアプリケーションとしての、マースモデルですよね。で、これはこれで、なぜならば、マースというところで、かつ伊那市というところで、切実なニーズがそこにあるから、まず真っ先にそこに遠隔診療が入っていくというところで意味があるわけですよね。ただ、これ別にそのマースだけをやっていくとなると、まあ別に、車がじゃあ本当に、ああいうものが専用の車が何台できますかっていうと、そんなに大きくはないですよね。で、もちろんだからそれだけをやりたいですってなるとビジネスにならないんですけど、結局でもこれってきっかけでしかなくて、で、これをやっていく中で、あ、実はオンライン診療ってなんで進まないのって言ったら、結局遠隔診療なんで進まないのって言うと、それ聴診できなかったからですよねっていうところの一つの回があったりだとか、で、より聴診だけなくて、より本当にその医師が求める遠隔診療って何なのっていうところが、この やりながらやっぱりリアリティに触れて、で、よりブラッシュアップさせていって、で、当然将来はマースだけが別にやりたいわけではなく、まあ、全てのクリニックに入るかもしれないし、訪問診療に入るかもしれないし、もしくは家庭に入るかもしれないし、あるいはなんか遠隔診療のツールキットになるかもしれないしみたいなところまでめがけて、やっぱりまずはとは言ったって遠隔診療っていうものが世の中のスタンダードになる可能性は大きくありまして、でそこに必要なその要素出しをしていったり、まあ、これ全体が壮大なやっぱり POC だと思うんですけども、まずきっかけでしかないっていうことかなと思うんですよね。なので別にいや、マースだけやっても面白くないんじゃないので、それはその通りで、別にそこだけを狙ってるわけでは、各社ないというふうに思っております。ありがとうございます。ちょっと議論が盛り上がってて、あっという間にお時間の方経ってきてしまってるんですけれども、そろそろエンディングに近づいてきていてですね、お三方から、お一人ずつからですね、今後の展開の可能性、まあ、要は指、キュタスヘルスケアのこう未来像と、あとそういうのも踏まえて、今日ご視聴の方々への皆さんへのメッセージをですね、まあ一人1、2分ずつぐらいの感じでちょっとお話しいただきたいと思うんですけれども、順番的にはどなたからがいいですかね、これは。まあ、じゃあ私から。峰さんからいきますか。お願いします。はい、私も医療ベンチャーという形で立ち上がってきて、うん、まあ、多くの医療ベンチャーって、まあ、自分のプロダクトを作ったらなんとか保険収載してもらおうという、まあ、方向に動くんですけども、まあ、これだけ、厳しい財政の中で保険収載をするということではなくて、私は
保険収差以外の部分で伸ばしていきたい、既存の領域を拡張することによって新しい世界を作っていきたいというふうに思っているので、これからこの、いわゆる医療ヘルスケアを目指すということであれば、まずそういう方向で一度考えてみてもらえると嬉しいなというのと、あと、海外ですね、人種差とか確かにある多少はありますけども、基本的には人間みんな同じで、新興国も先進国もいわゆるドクターと医療者と名の付く人たちというのは、みんなヒポクラテスの誓いを立てて、みんな検診をするという目的で医療者になっているということになりますので、やること自体は基本的にはそんなに変わらない。のでそういうところを目指して、日本の困っていることってこの先おそらく5年10年という世界では同じように高齢社会を迎える国々でも同じように困っていくので、そのノウハウを海外に素早く展開したいというのが私の今野望です。はい、素晴らしいですね、ありがとうございます。じゃあ お次はどうしますか。私で、じゃあ安井さん、はい、お願いします。正直医療って儲かりません。むしろ出る方が多いものです。ただこれから、高齢者増えていって、もう今の医療、日本の医療も持たないって言ってる。そうした時に行政がやるべきことっていうのが出てきて、そういうところが出していかなきゃいけない。ところが今の病院と、在宅だけでは、もうカバーしきれない、どっちも人もいないし物もない。今在宅で何かいろんな POC やろうとしている人もいますけど、そのもう20年ぐらい前からずっと同じことやってます。それが全然解決できない。とか今回モバイルクリニックっていう一つのモデルを提供したときに、この病院で外来でもない 在宅でもない第三の医療のやり方ってのが出てくるんじゃないかって話ができました。そうしたときにふと見ると車の中で使える医療機械ってないんですよ、一つもない、救急車の機会はあるけど、医療ってないんですよ。そうしたときに皆さん何をお作りになる、何が必要になりますか。それをですね、ぜひ考えていただければ、これは一つの市場になるかもしれないし、あともう一つは、峰さんのネクステート使って分かったんですけど、お医者さんも基本的には、何を求めてるっていう答えは持ってません。で患者は我々ですからね。我々もそれを持ってない。こういうとこってなんか面白くないですか。何かできそうじゃありませんか。今の現状がないことを課題にするのはもちろん当たり前だし、それは大事なことですけど、そこから次へ持っていくっていうのがまさしく我々の仕事なのかなというふうに、行政の言う人間のことじゃないですけど、同じように課題解決のために一緒にやっていっていただく方と、頑張っていきたいと思うので、ぜひご提案を、うちだけじゃなくて近くの行政職員ぜひアタックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。いいですね、ありがとうございます。素晴らしいですね。じゃあ小野さん、いかがですか。はい、そうですね、ソサイティ 5.0 ってこう、人間中心の社会と言われてるんですけれども、何が人間中心かっていうと、これまでだから、なんとなくこう大量生産しないととか、決まったこうやり方でないとだとか、型にはまったものじゃないとみたいな、あるいはだから効率化をするためには切り捨てなきゃいけないところがあってみたいな、こう人間中心じゃなかったりするわけですよ。それ患者さんかもしれませんし、医療者のその中心じゃなかったりだとかっていうところっていうものが、なんかこうやっぱりこれまでできなかったことができるようになってくるというところはすごく面白いところですし、あとやはり人のその関心事っていうのがやっぱり物質的なものから心身的なものに間違いなく移行していますので、そういう意味でも心身的なところであるその医療ヘルスケアのサービスっていうのは成長の余地が間違いなくあると思うんですよね。ただ心身的なものっていうのはこう無形のサービスなので、やっぱりデータ化されてデータがつながっていって初めて相関が分かったり因果関係が分かって解決策が出てきたりで、それが実装されていくことによって投資がされていくんですけど、驚くほど残念ながら現場の医療を、要は診療プロセスってそこまでデジタル化されてないじゃないですか。で今回はだから耳が痛いからっていうところからこう聴診器が出てきてるわけですけど、まさにだからこれがデジタル聴診音がデジタル化されることのそのポテンシャルっていうのはものすごい
ありまして、でデジタル化されることによって解析が可能になってくるし、かつなんか他のまたバイタルのデータですとかいろんなものとつなげていくことによって、また相関が新たに発見されたり分析されたりとかしていくわけですよね。でまた医療と、これまでは医療ってこう病気のところだったんですけど、ヘルスケアっていう病気でない、やっぱり未病や予防の領域やデイリーで取っていくようなそのデータとまた合わせていくことによって、こう投資領域が広まっていくっていう、こういうなんか世の中じゃないかなと思いますので、まあ今回のだから聴診器ですとか、あとマウスとかっていうのはまだきっかけでしかなくて、これからまさにこう広がっていく、指揮さすヘルスケアっていうビジョンに向けての本当にこう小さな第一歩でしかないので、ここからまあもっと多くの人たちのお知恵を借りながら、またクエストとしての仲間集めをしながらですね、どんどん大きなこう旅をしていって、でまた大きなその投資領域っていうのを作っていければいいんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございました。あれですね、皆さんのお話は地域の広がりとか領域の広がりで、保険のうちの外の話もあるみたいな、でそれが国際貢献にもつながる、医療外交にもつながるのかなみたいな、すごく感じますし、安江さんのお話は安江さんの話で、このやっぱりドクターとか患者さんも気がついてない、いわゆる潜在ニーズ、それを気がついて現場で観察なんかもして、叶えるようなことをすると、すごい、大きな事業としてのポテンシャルもあるし、まあ人の役にも立つよね、みたいなお話かなと思いました。そして、とどめさんのお話はね、本当にこう、今までの大量生産型から新進型に移ってって、ただ一方で、そうなればなるほど医療のところって、デジタル化がされてないこと、が、まあ、逆にポテンシャルにもなってるってことですよね。遅れてる分がね。なんで、そんなことをやりながら、きっかけ作りでどんどんやっていけばいいなということで、視聴者の皆さん、あれですよね。お三方なんか色、すごい、皆さん魅力的な方々だし、言ってることは相当なんか違うな、みたいな、似てるような、違うようなところもしますし、ただまあ目指してるところとしては、やっぱり世の中のためとか患者さんとか、患者さんを救おうとしてる医療従事者のためになんか役に立つことをやりたいみたいなところが、共通してて、そこから競争が生まれるのかな、というふうに私感じました。お時間の このあたりで、締めさせていただこうと思いますが、本当に、今日はありがとうございました。じゃあ、司会のですね、酒井さんの方に戻します。はい、皆様ありがとうございました。ご視聴いただいた皆様も誠にありがとうございます。議論が大変盛り上がりまして、お時間を少々押してお届けさせていただきましたが、ご覧いただけたようで幸いでございます。ウェビナー終了後にはアンケートフォームが表示されますので、ぜひ今後に活かすべくご記入いただければ幸いです。重ね重ねになりますが、ご視聴いただいた皆様、ご登壇者の皆様、誠にありがとうございました。それでは本ウェビナーを終了させていただきます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。